マネが生きた時代から150年、21世紀のパリを撮り続ける気鋭の写真家がいます。リシャール・バンティエルクさん。カメラを向けるのは無数の人間が集まる都市の一見ありふれた光景です。たくさんの人々が行き交うのにどこか不確かで正体をつかめない、そんな都市の気配を捉えようと時に自らの姿を映し込みながらシャッターを切ります。人はいるのに誰もいない、そんな写真を撮るのが好きです。